ジョン・フランシス・デイリーは、アメリカ合衆国の俳優、脚本家である。NBC のコメディ、フリークス学園のサムウィアー役や、ボーンズのランス・スイーツ役で知られる。また、バンド、デイ・プレイヤーでキーボードを担当している。イリノイ州ホイーリングで俳優の父とピアノ教師の母の間に生まれる。父は、アイルランド・カトリック、母は、ユダヤ系である。3歳の時に、舞台、 ザ・フーズ、トミーの若年期のトミー役で俳優デビューする。1999年にはテレビシリーズフリークス学園でサムウェアー役を務め、以後ザ・ゲーナ・デイビス賞、ボストンパブリック、レギュラー上、キッチン・コンフィデンシャル、ジャジング・エイミー、スピンシティへ出演した。VH1 の100人の偉大な庭園スターでは94位となった。2001年に 短編映画、ホワット・ベイビーズ・ドゥ o で監督を務める。2007年から2015年までフォックスのテレビシリーズ、ボーンズにランス・スイーツ役でレギュラー出演していた。ジョナサン・ゴールドスタインを脚本パートナーとしており、2011年には共同執筆したモンスター上司がヒットする。2013年にはザ・インクレディブル・バートアンダーストーン。 曇り時々ミートボールにフードアニマル誕生の秘密が公開された。ありがとうございます。